皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さて今私はどこにいるでしょうかということで、こちらスタックとハイブの村の間で、我々の訓練基地モングレルということでね、こちら行きたいなと思います。いやゴリロがいるな。あ、嫌なことはないぞ。誰か言ってますね。ビープくん。普通に喋れるんだね。でも家なんだろ？恋しくないか？サトニールさん。何も考えていないドローンが働いているのを見ると嫌な記憶が蘇るんだ。ほう。まあ、機械みたいなものなんでしょうかね。まあこういったね、会話を楽しむのも、この剣士の楽しみ方の一つですね。よく喋る人もいれば、多分喋んない人もいるんじゃないかな。なんか、数足んなくねえか？気のせいか、あれ？こんだけしかいなかった。あ、いた。いたね、カンさんいたわ。どこ行こうとしてんない？こっちだよ。さあモングレルの中に入るにはどっから入るかだね。オグランガルフ、我々が目指すべきはモングレルです。軍事基地狙ってもいいんだけど、ちょっとねまだね、それをやるにはね、この子たちが低すぎる。12とかね、20とかね。おっ、やべえ、これ、ボーンドッグだ。いけ、やべえ、結構数いるぞ。いけ、頑張って、結構なダメージもらっちゃうぞ。さあ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 、ビープ君、ビープ君やられた。頭部やられたな。頑張って。けけけけけけ。狼の巣が一掃されました。はい。いいね、ルカさん。ビープくん。ダメじゃないか。皮だけもらっておこう。はい。ありがたく皮だけもらっていきましょう。よし、お金になるからね。ビープ君起きるまでちょっと時間かかりそうだね。担ぎ上げる。さあ行こう。なんだよ、まだモングレル行ってないよ。獣の皮が落ちてるな。どうか、ちょっと待っててね。拾って拾って拾って、はい、ついてって。あれ、レイ君も腕怪我してるね、ちょっとね。犬ワンちゃん相手はちょっとやばかったか。人間担いでるアトさんの方が早いっていうね。あ、なんかいる。天狗、皇帝の名前と一緒なんだけど、この人どうやって生きていくんだろうな。大丈夫？食われちゃうんじゃない？この先モングレルだよ。さあ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 、はい、だんだん近づいてきましたよ。モングレルがあの先ですね。我々の訓練地域。まあ、バーンさんとかに比べたらね、全然もうそんな関係ないんですけどね。さあ、どこにいるかな？気をつけていかないとね。っていうかもう、できれば積極的にバトルしていきたい。
とはどこにいるかだね。オートセービング。モンブレル向かって。とりあえずはまずはモンブレルに向かうのが第一。そこで、まあみんな回復させてね。フォグアイランド、到着。さあ、霧が濃くなってまいりました。お、最も絶望している人だけがここに来たことがある。あ、泉さん知ってるんだね。ホーリーネーションからの難民は追跡者をフォグマンに巻いてもらおうとしたんだ。そういった理由もあるんですね。フォグマン？レッドシャンク知らないみたい。怖いのか？黄色になってるぞ。さあ、泉さんなんて答える？あ、マジか、俺かよ。怖くなんてないさ。黙れ！黄色くなってるって元柄その色なんじゃないかな。まあ、ビップ君大丈夫そうだけど。おろそうか。ダメよ、すぐ頭かち割られちゃう。さあ、この足音しか聞こえない感じね。大丈夫かな。どっかで走り回ってるぞ。全然いないな。あった。間違えた。レイ君。一人で行くんじゃない。さあ、おそらくこれはフォグマンの巣じゃないか。明かりが灯ってるな。さあ、すぐ一掃していこう。いるね。見えますか？こちら。フォグマン。街をパトロール中。街なんだね。こいつらですね。結構な数いるかな？これは。カニバルみたいだな。行け！襲撃開始。いいね。頑張って。あら、サクッといったな。死亡。50しかないじゃん。さっくりといっちゃうな。まあ、ちょうどいいね。ビープ君とかにはね、相手としては。はい。頑張って。ビープ君頑張って。攻撃当てて。まあ、ここにもいますね。お、いい振り。よし。さあ、レイ君頑張って。ほっ、ビープ君頑張って。逃げられてるよ。さあ、まだまだいるよ。お、どっか逃げたな。あれ？逃げ回んのうまいね。よし、捕らえた。さあ、捕らえろ。いけ。いけ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 。よし。無事やったな。ここはフォグマンの巣だったな。実際の住民数ゼロになったね。よし、行こう。モンブレル行こう。いた。エンカウント。フォグマン。コンバットフォース。やべえ、一振りで数人投げ払ったな。レイさん頑張って。いいね。よし、いいよ。そう、その一歩が大事。ちょっとずつダメージ与える。ビープ君もね。頑張っていこう。よし。どうした、泉さん。うわーなんて叫んじゃって。さあ、どんどん行こう。
待て。私には見えた。貴様たちの姿がな。攻撃。攻撃。いけ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 。フォグマンが来た。いけ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 。フォグマンプリンス。ちょっと強いぞ。気をつけるんだ。ビープ君たちよりも上だ。おっと。いいね、泉さん。いいの入ったよ。ビープ君。よし、頑張れ。おぉ。プリンスいたなぁ。死んだふりだって。よし。いいね、この調子よ。この調子でガンガンエンカウントしてくれるとね、みんな強くなってね。私たちの目標は、あ、いた。いたな。ホーリーネーションか。あれは別にいいんだけどな。近く寄ったらなんか反応するかな。何も起きないか。要はああやって追放された方々がこうやって逃げてくるわけですね。大丈夫か。リーダーについていくってだけだな。これはいいね。発見。フォグマン発見。いけ。さあ、2倍速。治療キットも買わないとまずいね、そのうちね。さあ、頑張って。いけ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 。レイさん大丈夫。敵は数多いからね。あー、ダメージもらってる。レイさん右腕がパンチだけになった。レイさん応急処置して。レイさん応急処置を。泉さん総撃。攻撃してあげて。レイさんの腕が応急処置。あ、何、ホーリーネーションを助けたってこと。攻撃持ってる人、攻撃してあげて。さあ行こう。ちょっと休憩しないとまずいな。レイさんの右腕が。お。いたな。剣触れるようになってる。あ、剣触れるようになってる一応。ビープ君気絶。大丈夫？おっと。いけ。後ろ。レイさんこっちだよ。いけ。防御。いいね。そうそう。横横横。二段攻撃。横。お、バーンさん援軍に入った。一発。いけ。トゥ当たってない。レイ君頑張って。この子両腕ないんだけど。もうボロボロやないか。我々の経験値になってもらう。よし。ほっほっ。いいね。確実に倒すんだ。よし。動けない相手にちょっとあれだけどね。応急処置。仲間思いな。大丈夫か。あ、ビープ起きた。自力で起きたね。
さあ、立つんだ。ビープ君、立つんだ。大丈夫？おっと、やばいね。オートセービング。やばいね。すぐ気づいちゃうかも。フォグマン、フォグデスヤード。いっそう。さあ、みんな力離して、後ろにいるじゃない。じゃあ危ないよ。いけ、いいね。オッケー。さあ。みんな大丈夫か。死体の山となった。さあ、潜れる三河じゃないか。結構ダメージ負ってるね。はい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 。お！やべ、重戦士だ。ちょっと強めだよ。どっか行っちゃったな。おー、逃げんの早いな、おい。行っちゃったよ。逃げたな。ダメだ。敵はこちらは来なかった。さて。いた。またフォグマンだね。ちょうどいい練習相手だ。ね、13とか15でしょ？ビープ君とかね。レイクにとってはちょうどいい相手です。はい。はい、攻撃。なんか飛んだな。腕かなんか飛んでるな、いろいろと。けけけけ。防御。いいよ。オッケーオッケー。おい。なんかかわいそうになってきた。今のは。両手なくなっちゃってるのかわいそうだな。奥にいるな。あ、巣があるじゃないか。巣行くよ、みんな。B は最強の戦士だ。いや、一旦基地戻る。いやー、巣見つけたんなら巣行こうか。いや、ダメだな。ちょっとね、万全の状態で臨みたい。さて。まだこの辺りでいるかもしれないからね。いないか？潜れる。あ、こっちの上か。入り口が違ったようだ。入り口反対側だね。今一瞬バーンさんがサットニューさんがサクッとやっちまったな、これ。サクッといったな。いけ、フォグマン。よし、大丈夫みたいだな。よし、こっち行こう。さあ、ちょうどいいんじゃないかな。モングレル着いたらで、あーっと、まだいるみたいね。しつこくフォグマン。大丈夫。ああ、ルカさんとカンさんやったね。コロコロ転がっています。さあ、着いたぞ。どういうこと？俺たちじゃないよね。あれ？どこ行った？あらー、どっか行っちゃったな。あ、クロスボウ持ってる。厄介者攻撃。53。あー、モングレルの忍び。81ってやばいでしょ。この人動かなくていいの？さあ、来た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 。さあ、行こうか。フォグマンは敵だみたいな感じになってますね。よし、ここまで来たら、ああ、
交易ショップあるね。ここ行こうか。さあ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 。買い物をしてね。あとさん話しかけて。随分行儀が悪いね。そんなとこ立っちゃって。1万8000。高く売れるね。よし、あ、一気なくなっちゃったな。こちらから何か買うものは、包帯買っときたいかな。食い物より包帯。これから先ね、バトルが長引くからね。布地買っときたいな。ここで買った分はこれで相殺すると。うん、大体いいんじゃない。よし、あとはトラベラーショップ、あのバックパックも買っときたいんですよね。みんなあの料理する人とかさ、あのバックパック持ってないとね、全然数持てないんですよ。まあ、一番いいのはあのバックパックいただけるのが一番いいんですけどね。はい、取引しよう。あ、いっぱい売ってるな。基本はやっぱ攻撃用のバックパック持ってた方がいいよね。あ、布地があるね。酒よし、なくなっちゃったか。ああ、熟練陶器の侍の長靴か。いいの売ってるね。ああ、熟練陶器の侍の長靴か。傑作陶器の侍の長靴持ってるもんね。これはチフトチェンジだな。もう一個なかったっけ、熟練特急。よし、みんなあと足装備できないんだよね。あと刀も売っちゃおうか。普通特急のこれも売っちゃいましょう。回帰薬あるね、ルカさん。このぐらい持ってて、あとさんも1個ぐらい持ってようか。まだまだ余ってるね、こっちは。よし、1個ぐらい持って、あと酒を売るんだけど、はい、これスタックできないな。土産だなこりゃ。攻撃をバックパック、こんだけ買っとけばいいだろう。あとバーンさんのカバンに中バックか。せっかくなら大バックが欲しいとこだね、バックパックの台が。まあこんなもんじゃないでしょうか。さあそしてね、バーがあるな。お買い物済まして寝て、誰か寝かしときたいな。ベッドがあるね、ここにね。ここプライベートか。ここだね。とりあえず君たち寝てなさい。はい。ビープ君も。ここのベッドもだね。いいか、とりあえずこれで。ベッドで寝てもらって回復したら出発だよ。君も寝て、泉さんも寝て、みんなちゃんとお金払うんだよ。はい。はい、お金払って。はい。
さあ、ルカさんも寝て、カンさんも寝た、レッドシャンク君、君もね、寝といて、買い物とかはバーンさんに任せなさいと。せっかくだからちょっと、バンダが見てみようか。はい、なんかいる？モングレルの人がいる。いいなぁ。仲間になんねえかな、これ。仲間になってくれると嬉しいんだけどな、この人。64だって。強すぎる。シュライク。モングレルの方々ですね。食料はとりあえず大丈夫なんだよね。ちょっと冒険してこようか。他のところも行きましょう。はい。ウィンワン。まあこの方は一応、この方とグランブル・ジョンさんはね、一応ユニークキャラですね。すごいね。曲がっちゃってるよ。ウィンワンさん。せっかくだから仲間入れとく？ここに来たしね。どうやって仲間できんだろう。戦おうってのか？いくらだ？一番勝ったんだ。名前を変えたい。5000ならどうだ。あ、ウィンワンさん仲間だった。人、無限のウィンワンさん。あれ、これユニークじゃないんだっけ。ユニークだよね、確かね。この人もね、ユニークなんだよね、確かね。お前は誰だ？なんで呼ばれてるんだ？持ち上げられるのか？本当に長いヒゲだな。なんでそんなに年を取ってるんだ？仲間に入れよ。やった！はい。あ、こっちがユニークだね。はい、グランブル・ジョンさん入りました。この方の能力値はこのような形となっております。この人武器何持ってんの？フラグメントアックス持ってるけど。ウィンワンさん。さあ、とりあえずね、このおじいちゃん二人はね、一緒に旅するって言えば、旅してる？一応人だかんな。強くなれるっちゃなれるかもしんないんだけどな。まあ、おいおいですかね。とりあえず、レイ君に追跡にするけど、装備ないよね。残念ながら。何一つとして装備がないんですよね。なんか武器屋さんあるかな。武器屋さんっていうか、服か。服とかあった方がいい？いいの売ってないんじゃないかな。はい、何か売ってる。ちょっと止めようか。大してだな。まあないよりはいいんだろうけどね。17000とか、ちょっと高いね。うちにはそんな余裕ありませんということで。まあ今回はここまででいいんじゃないでしょうかね。一応ウィンワーさんとジョンさんは仲間に入りましたけど、まあこの方々はそうですね、農場行きでしょうか。拠点防衛行きですね。まあとりあえずそれまでは一緒についていきますけど、まあ装備はね、おいおいですね。
から入りいきましょう。ということで今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。